ちんちよこそどましです。そして、ロビンです。ということで、今日はですね、今、朝のね、7時半なんですけど、僕ちょっとですね、ちょっと訳あってですね、ちょっと今日はオールというか、ちょっと明日の朝、早く起きなきゃいけなくて、今、昼夜逆転してるんですよ。なんで、ちょっとね、昼夜逆転直すために、まあ、無理くり起きて、で、まあ、夕方過ぎぐらいに寝て、ちょっと明日、早朝に起きようかなと思ってるんですけど、まあ、せっかくね、こう、朝早い時間起きてるので、まあ、久々に市場に行ってですね、魚を仕入れて、朝ごはんをね、作ろうかなと思います。いやー、非常に楽しみでございますね。どんな魚があるのかちょっと楽しみですけれども、なんかあるかな、ちょっと朝ごはんにぴったりな魚見つけていきたいと思います。では早速行ってきましょう。はい、ということで帰ってまいりましてですね、今から、魚をねさばいていこうと思うんですけど、今日はねちょっとねしけってたみたいで、海があんまりね魚が取れない日だったんですけど、いやこれはいいじゃないかっていう魚があったんでね、ちょっと買ってきました。それがこちら、ババーン、カマスー、イエーイ。こちらをね、2尾買ってまいりました。愛知県産のね、カマスでございまして、結構ね、丸々太ってて美味しそうだなと思ってね、こちらを2尾買ってきたので、まあ、カマスといえば、塩焼き、そして、お刺身。この2つでね、今日はね、食べていこうかなと思います。はい。ではね、早速、カマスさん、ちょっとね、さばいていこうかなと思います。こっち焼きにして、こっちを、刺身でいただきましょうかね。で、まず、カマスね、俺もね、さばいたことないんですけど、まあ、簡単ですね。まず、鱗がね、すごい簡単に取れます。こうやって、包丁で、ピーってやればね、取れちゃうんで。このカマスでかいよね。一応、大カマスとして売られてて。でもね、2尾でね、1000円でした。安かった。で、胸びれは、引っ張れば取れる。よし、オッケー。はい、じゃあこっちのね、なんだ、焼き用のカマスからさばいていきよっかな。いこうかな。まずは、エラを取りたい。俺さ、この作業さ、すげえ苦手なんだよな。付け根の方をカットして、でその状態で、グリッと回す。どう？うわぁ！惜しい。よし。あー、1本残ってるわ。よし。オッケー。で、焼き物って、左頭、右尻尾らしいんですよ。なんで、普通にこうやってお腹割っちゃうと、見栄えがあんま良くなくなっちゃうから、内臓を取るときは、こっち側、下面のところに切れ込みを入れる。で、こっから、取ると。内臓を。なんか、すげえ、なんか、これ胃袋だな。でかっ！で、これが？これ白子っぽいな。オスっぽいっすね。俺あんまカマスの旬を調べずにさ、来たんだけど、最近でもよく釣れるから、これぐらいの時期なのかなって思ったんだけど、今が繁殖期ぐらいなのかな。はい、じゃあ洗います。んで、飾り包丁入れます。バッテン入れて、反対側に隠し包丁。火が入りやすくなるように。じゃあ、水気を切っちゃって、で、お腹の中も。はい、じゃあここに塩振ります。パラパラパラー、パラパラパラー。で、ヒレ、ここはね、多めに化粧地を、こういう背びれも化粧地をつけると綺麗に焼き上がると。あと焼くだけです。ちょっと待っとっかな。では、もう一匹のカマスちゃん、こっちはお刺身用にしていきます。はい、頭を落としまして、お腹割って、あ、こっちはあれか、胃袋がそんな、あ、こっちの方がなんか脂乗ってそう、いいね。で、この血合いね、腎臓のところ、これ傷つけて洗います。で、今回お味噌汁もね作ろうと思ってて、まあ、そこにあの粗汁ね加えていこうかなと、はい、思っております。おろし方、今回は大名おろしでピャーっとおろしますね。背骨に沿ってまっすぐね、まっすぐだね。よし、おろすと。うん、いい感じ。なるべくキワキワで攻めたいんだけど。おお、It's beautiful! 完璧。ペキですね、これ。はい、じゃあちょっと身を塩水処理していきます。塩水ね、臭みを抑えていきたい。したらまずは腹骨をつきます。じゃあね、これ中骨をピンセットで抜いちゃいます。で、今回は炙りでね、いきたいと思います。なので、炙った時に皮がね、キュッてなんないように、
ここに細かくね切れ目を入れていくんですけど、これができるかな俺。うわーちぎれた、最悪。これマジで上手い人すげえんだよな敵は。はい、じゃあガスバーナーでね炙っていきます。おおいい感じ。はい、じゃあねカマス焼いていきます。いってらっしゃーい。はい、ほんならばよいしょ、味噌汁作るように骨、これをまずねいっときます。これを香ばしくしてから、出汁に使うとよいしょ、より旨味が出ると。カリッカリになるまで焼いていきます。はい、今日はねこの辛味大根っていうね薬味用みたいな感じのちょっと辛い大根を買ったので、これをね味噌汁と大根おろしにしていきたいと思います。よし、じゃあこれ大根おろしたんで、この残ったところをね、どんだけ辛いんだろうな辛味大根って。俺ねちなみになんだけど、大根の味噌汁がマジで好きです。これ耳寄り情報。これじゃあ味噌汁に投入しましょう。で、卵焼き。卵焼きも作ります。今日はなんかこの平飼い卵ってなんか良さそうな、このいい感じの卵使います。で、今回はちょっと大葉をね、いっぱい買ったので、間に入れて、シソっぽい感じの卵焼きにしていこうかな。軽く、白だし。料理酒。これでふわっと、かき混ぜの。で、ここにみじん切り、細かく刻んだ大葉入れていきやす。尻尾取って。よし、卵焼き作るぞー。うまそう。前卵焼き作るとき失敗したからな。同じ鉄は踏まんぞ。うわーめっちゃ綺麗にできてるー、神。オッケー、じゃん、完璧じゃない。味噌汁でーす。カマスのあら汁かな。ね、豆腐多すぎだって。マジで砕け散る、マジで。ようやくご対面。キャーうまそう、なんやこりゃ。見えないわ、やばすぎ。ちょっとこれは、はい、じゃーん、こちらお刺身でございます。こんな感じに盛り付けてみました。はい、ということで完成いたしました。パパ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 パ、やばすぎ。いやー、ちょっと1時間ぐらい格闘しましたよ。ちょっとねいいの買ってやったわ今回。ちょっとね秘密兵器、じゃん、紀州の梅肉チューブ。これはやばいでしょ。うわー、ここに置いちゃって、で、ちょっとお醤油をね、しちゃって、ちゃーと、ちゃーと。それでは早速、いただきたいと思います。それでは早速、いただきます。いやー、これはうまそう。いやー、ちょっと結構ね、時間かかっちゃったけど、何からいこう。いや、まずお味噌汁かな。味噌汁いただきます。しみるー。めちゃめちゃ染みるんだけど、大根どうなるんだろう。いただきます。あ、全然うまいわ。あ、全然なんかめっちゃ辛いのかなと思ったけど、そうでもなかった。普通の大根ちょっと辛いかなぐらい。卵焼きいきます。早く本物いけよっていう感じだけど、いただきます。たまんねー、うめー。最高にうまい。あ、このさ、辛味のこの大根おろし、いいわ。なんか、パッと辛味が来て、スッて消えてく。じゃあ、ちょっとお刺身、いっちゃいましょうかね、これ。お刺身、わさびつけて、いただきます。いやー、これはやばい。うまい。うまっ。油はね、ほどほどなんだけど、多少のいい感じの油があって、その油の旨味と、やっぱ表面炙ってあるから、その香ばしさがすっごいね、マッチしててね、超美味しい。大ありです、これ。ということで、ちょっと、焼きの方も。まず普通にいただこうか、塩だけで。うわぁ、うわ、いただきます。いただきます。最高にうまいっす。これやばい。うわ、これはやばいわ。次もあったら絶対買うわ、カマス。じゃ、ちょっと梅肉で、いってみようかな。終わったー。なんだこれ、うますぎーる。なんだこれ、うわ、この梅のこの、酸っぱい感じ、酸味がもう、最強にマッチしてる。無限だ、これ。
結構ね、焼くと結構ジューシーというか油がね結構出て、だいぶね刺身で食べるよりも油がね強くなるんだけど、いやそれをさ、この梅肉さんがさ、うまい感じにこうすっきりさせてくれるというか、口の中をすげえ後味いい。ブラボ、最高です。この朝食最高です。はい、ということでごちそうさまでした。ということでね、朝から市場に行って、カマスを食べましたけれども、もうね最高に美味しかったね。刺身も焼きもマジでうまかった。いやー、もう本当に贅沢なね朝ごはんでございました。オールしなきゃいけないんだけどさ、あの量食ったらさ眠くなっちゃう。さすがに眠くなっちゃうわ。どうしようって感じで気合いでおきます。はい、ということで皆さんもね、ちょっとたまにはカマスぜひね、食べてみてはいかがでしょうか。めちゃめちゃ美味しいんで、ぜひ。ということで本日の動画でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。バイバーイ。